皆様新年明けましておめでとうございます。今年最初のようこそ視聴室です、はい、視聴本年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。昨年は WebTV 朝をご覧いただき本当にありがとうございました。今年も WebTV 朝そしてようこそ視聴室では、これまで以上に様々な企画を織り込みながら魅力ある番組作りを、してまいりますのでぜひご注目ください。よろしくお願いいたします。さて早いもので、熊本地震から3回目の新年を迎えました、ねえー復旧復興が着実に進んでいるようです、はい市長まずは昨年1年間を振り返って、はい、阿蘇市にとってはどのような1年だったか教えていただけますか。そうですね、災害のあの時から正確には2年と9ヶ月が経ちました、うんうん、その間において被災をされた方々の、やっぱり一番大切なのは生活の支援、うん、特にみなし住宅とか、うん仮設住宅に入っておられる方々が、うん、もうずっとお盆とかあるいはお正月にその住宅で住むと、うん、いうことはすごく残念であると思いますけれども、まあ、おかげさまで災害公営住宅も、はい、ほぼ予定通り進んでおりますし、うん、去年、うん、抽選会も一部行って、はいうん、もうすでに入居をしていただくところの場所も決まってるんですね、うん、やっぱり早く安心していただこうというようなことがまず一点挙げられますし、また生活の基盤を今度は支えてくれる道路とか河川とか、うんうんはい、あるいは山とか、うん、そういうところも順調に今工事が進んでいます、うん、むしろ工事に携わっている多くの人たちですね、うんうん、陰になって一生懸命早く開通をしようということで頑張っている皆さんが方に対して、うん、心からやっぱり感謝をしておるところなんですけれども、うん、そのインフラの整備も、うん、トンネルとか、うん、あるいは河川とかまた24年からの、うん、大切な、はい国の直轄砂防事業、うんうん、これがこの去年の30年から、うん、予算化できましたし、うん、より安心安全な阿蘇というものを確保できるということが目処がついたと、うん、いうことともう一つは地震によって経済、うんいわゆる農業とか環境とか、うんはい、観光とか、うん、そういうものがズタズタにされていたところを早く再生をしていかなければいけない、うん、ということもあって特に観光面の方から行くと、うん、3つの阿蘇山に登るルートが開通をしましたし、はいまた潜水橋とか、うん、あるいは木落としの牧場の道とか、うん、そういうところもほぼ目処が立ってきた、うん、農地についても、うん、県営補助整備はもちろんですけれども、うん、今年からの、うん、作付けに間に合うように、うん、そんなことも、もう一つ一つ今進んでおりますので、うん、そういう意味からいくともう少し我慢していただければありがたい、うん、一生懸命これからも皆さん方のご期待に沿うように、うん、また力もいただきながら、うん、早く再生をしていきたいと、うん、いうことの一年であったと思ってます、うん本当に今おっしゃったように、まあ、地震からの復旧復興を軸とした、まあ、姿勢などが昨年はですね充実した年だったと思うんですけれども、他にも例えば今年に続くものとしては、うん、ジオパークのそうですね、ジオパークの認定、うん、もうおそらく4月か5月のユネスコの総会で、うん、はっきりと、うん、どっちに出るか、うん、出ると思いますけれども、うん、これも昨年は世界大会に行ってきましたので、うん、しっかりと運動をしてまいりました、うんうん、そういう一つ一つの継続することがまた今年大きく、うん、実を結んでくると思いますし、うん、特に2020年、うん、オリンピックを視野に入れながら、うん、その前の年この年にいかに阿蘇市が、うん、いろんなものを、うん、立ち上げて、うん、そして世界に発信できるだけのものを持ってやっていくか、うん、その大きな年に今年はもうなったと思ってます、うんうんうん今年の話題
といいますか、うん、5月にですね、あの年号も変わりますし、そうですね、あの今年1年を新たな気持ちで過ごそうと思っている方も多いかと思いますが、今年1年阿蘇市はどのような展望、また市政の取り組みなどを考えていらっしゃいますか。そうですね、あの特にあのこれからの時代を支えてくれる、今 の, あの小中学生、子どもさん方の教育環境をしっかりとやっぱ整えていくということは、これは基本であるということもあって、ここはあの電子黒板とか、あるいは昨年はタブレットとか、で今年はもう思い切ってあの夏場 の, あの温暖化の対策で空調関係をあの全教室にあの入れていこうとあの思っておりますし、またあの阿蘇火山 の, あの火口の見学のところ、ここがあの爆発的噴火によって、あの噴気孔のガスが発生するのが、また場所が一つ増えたんですね。そのこともあって、環境省もあの打ち出している満喫プロジェクトに絡めながら、よりあの広範囲に、あの安心安全に火口見学が多くの皆さん方があのとにかくできるように、そんな改善をしっかりしていかなければいけないと思っておりますし、またあの北側ルートのトンネルのより開通が近づいてくると同時に、去年同じように24年の災害で滝室坂のトンネルの工事も出来上がってきつつありますので、その辺のところをさらにあの将来を見越した阿蘇市の今後の発展の在り方というものを住民の皆さん方と一緒に考えていく大事な年でもあるんではないかなということは思っておりますけれども、あの今年いろんなですね、その小学校に空調が設置されるとか、いろんな動きがもう決まっているものとしては、他にもあの住民票の写しなどが、そうそう、あのその住民票 の, あのわざわざあの役所に来なくても、そして今まで の, あのこう児童の、ところに行かなくても、コンビニ で, そうなんです、マイナンバーカードを作っていただいて、それを活用することによって、住民票とか他にもいろいろありますので、印鑑登録証明書ですが、あのそんなことが対応できるようになり、とってもあの便利になると思います。ぜひともそういう意味では、マイナンバーカードをあの作っていただければ、あとがすごくあの便利になって、あの利用しやすくなってくると思いますので、おすすめしたいなと思っている一つでもあります。そうですね、あのお仕事をされている方などはね、市役所とか児童交付委員会、空いている時間になかなか来ることができない方もいらっしゃるので、この制度を利用すれば、マイナンバーカードさえあれば、そうです、そうです、それさえあれば、別にあの阿蘇市内じゃなくても、あ、そうですね、あの熊本市内にいても、大阪の出張でいても、東京にいても、それを活用することによって、その場所ですぐあのその証明書を取って手続きができるということですから、これすごく便利だと思ってますけど、あの車を買うときとかもですね、いろんなものに必要になってきますので、すごく便利になると思います。そうですね、ぜひともよろしくお願いします。では市長、今年最初のクイズ、あちらのカメラに向かってお願いします。あの今回の最初のクイズは、もう阿蘇市の方が住民の皆さん方がより便利になるように、その大きなサービスの一環として、この2月1日からあるお店で、マイナンバーカードを使うことによって、証明書、印鑑証明書とか、あるいは住民票とか、そういうものがあの発行できるようになりました。その便利なお店というのは、あの何というお店でしょうか。これが今年の第1回目のクイズでございます。ちょうど最後の話題としてね、あのお話ししてくださいました、中から、クイズを出していただきました、ヒントとしては、あの略してもらっても、正式名称でも構いませんので、そうです、はい、あの略式の方が馴染みがあるかもしれないですね。馴染みがあるでしょうね、はい、カタカナ4つがあの略したものなので、ここまでヒントとして皆さんに考えていただこうと思います、さて最後はですね、あのもうすぐ成人式がありますね。阿蘇市は1月13日、
行われますが、前の成人式の15日の時は、暮れからお正月にかけてすごく忙しいですし、その後15だから、ある程度練習する余裕があったんですけど、でもこの 2,3 年は成人式が変わって、確か昨年は6日か7日ぐらいで、その前に出初め式もあったりして、その前年始のご挨拶もありますから、なかなか大変だったんですね。それが一つと、もう一つはこれはいいだろうと思って、それなりに自分で買い込んできて聞いて、よしこれだと思って覚えたところが、なかなかその曲が皆さんが言ってこないから、あんまり流行ってないのかなと。ということで今度は急遽変えて、去年もそうだったんですね、一昨年もそうだった、急に急遽変えて、そしてなんとか覚えたということがありますし、今年もそんなことにはならないように、早めにこの耳のこうキャッチをして、ようやく今、それ絞り込んで勉強している最中です。そうなんですね。車に乗っている時も、お家にいている時も、眠っている寸前の時も、かけたまま眠って、なんとなく メドリーが入ってくるんじゃないかなと、こんな程度でございます。昨年の成人式では新成人の方からの、歌のプレゼントが良かったですね。もうありましたので、僕もびっくりしましたし、すごくたくましいな、やっぱりコーナーあらなきゃいかんなということはやっぱり思いました。だから自分の思ったこと、いいことだと思ったことは恥ずかしがらず、勇気を持ってまず一歩を踏み出す、あれもその一つであると思っておりますけれども、市長の、歌のエールも皆さん毎年楽しみにされていると思いますが、阿蘇市の成人式、今月の13日日曜日に行われます。ようこそ市長室。今回は昨年の阿蘇市を振り返り、さらに今年1年の阿蘇市の取り組みなどについてお伺いしました。市長どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で、有限会社明徳農場から新米阿蘇湧水米コシヒカリ2キロ入りを1名様にプレゼントします。阿蘇の伏流水で育ち、減農薬で安心安全な特別栽培米です。ツヤツヤでコシのあるお米で、こちらはオンラインショップ阿蘇もで取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは1月31日木曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。波の地域にある2つの神楽保存会の名前は、の答えは中江岩戸神楽保存会、横堀岩戸神楽保存会でした。たくさんのご応募お待ちしています。